お？たわしと一人の男性、ものすごく爆笑していますけれど、なぜこんなに笑っているのか見てみましょう。ポン。ひでえな母さん、俺の名前はたわしじゃなくてたけしだよと言いつつも、自分の名前がボブだったことに気づき爆笑するマイケル。結局名前何なの？朝の手順。1、トイレに行く。2、制服に着替える。3、脱いだ服は畳んでしまう。4、朝ごはんを食べる。5、薬を飲む。ゴミを捨てる。6、ご飯の片付け。7、歯磨きをする。8、メガネをかける。9、帽子をかぶる。10、忘れ物チェック。11、おそらく出かけるとかそんな感じかな。最後の締めに一体どんな手順があるのか見てみましょう。ポン。全部トイレでやってたの？車に乗った一人の男性が外を見つめていますけれど、一体何を見てるんでしょうか。見てみましょう。ポン。3年間補欠だったトーマスが最後の試合に行く途中、立ち寄ったガソリンスタンドで言った言葉、レギュラーでが深い。もう渾身の一言だね。ごめん、無理。なんだろう、告白でもして断られちゃったのかな。この状況が一体どういう状況なのか見てみましょう。ポン。吉田沙保里の名前を書いたらデスノートから返信が来た。まさか死神の力を使っても倒せないんだね。凄まじいな。おばあちゃんが銃らしきものを構えていますけれど、一体何を狙ってるんでしょうか見てみましょう。ポン。ボスからの指令、しくじったようだね、ジン。もうコードネームが的確すぎるだろ。店頭に置いてあるとつい手に取ってしまうけど結局買わないもの。コンビニとか行くとね、結構そういうものありますけれど、今回は一体どういうものなのか見てみましょう。ポン。確かに。キララちゃん、何々じゃないか。おそらく握り方のことを叫んでいると思いますけれど、一体どんなセリフが入るのか見てみましょう。ポン。怒涛のおかわり。先生、手術はうまくいったんですか？この表情からして、ああ簡単に終わりましたよみたいなセリフが入りそうですけれど、一体どんなセリフを言ったのか見てみましょう。ポン。死んでんじゃねえか。一体どういう状況なんですかね、これは。一輪車を漕ぎながら銃を構えるマッチョの男性、おそらく何かと戦っているんでしょうけど、一体何と戦ってるんでしょうか見てみましょう。ポン。くっそー、なんで免停中に戦争起きるんだよ。こんな時にも交通ルールを守る軍人の鏡だね。お、クリリンさん。ふぅ、正直言ってさ、今俺ちょっとセルをほにゃららしちゃったぜ。あれだね、ミスターサダの戦ってる時に応援しちゃったぜってやつだよね。ここには一体何が入るのか見てみましょう。ポン。エクセル。一人のふくよかな女性が誰かと喋ってるのかな。一体何を言ってるんでしょうか見てみましょう。ポン。あなた方には我が国の飢えに苦しむ人々の気持ちなんてわからないでしょうね。お前が言うなよ。道の真ん中で食事をする一人の男性、一体どういう状況なんでしょうか見てみましょう。ポン。月日が経ち廃校になり、校舎跡が国道になってもまだ給食のピーマンが食べきれない。そろそろ許してあげてよ先生。お、思い出のマーニー、あなたのことが大好き。ほにゃららのマーニー。一体どんなタイトルが入るのか見てみましょう。ポン。背後取られてたいつのマーニー。